はい、さっき小吉を出した、俺が買ってきたものはお宝オリバー外厳正300円パックマックスで、ね、はい、800円オリバー、そしてじゃじゃーん、バディファイト500円オリパ3パック。なんと13が入ってて500円だった。で、しかもコマンデュールファーレンが2枚。2パック買ってきました。はい。ということで、まあ今回はディエマ。あ、こっちのオリパは、まあ、開封できる時にします。まあ今日できるかわからないです。ちょっと量多いんで。はい。では、外元水開封していきましょう。ディエマから。じゃあ開けます。はい、キターベリレア外元帥、はい、バルボーグナウ、これ300円ですからね。お、コッコルピア、パイソンマンドラグーン、村正コンセント、昔結構使えた。おー、懐かしい、ブレイズサウルスアルファ、こいつ使ってたわよく。ブレイブブレスドラグーン、サイクロンパニック、サピエントアーク、チッタペロル、いいね。はい、バルケル、ボルシャックコロドラゴン、コロコロ、すげえ攻撃力がコロコロ、何こいつ、2枚入ってた。 PRK か、 E2 エピソード2で出たのか。フレミングジェット、いいね。おー、バジュラズソウルが300円でついてくるものなんですね。ボルベルグクロスドラゴン。おー、バルガゲイザー。あー、うん、ライザーの方が嬉しいけど。え、バルキリアスつけちゃダメでしょ、300円で。はい、アトミックギガント、タイラライター、ゼロカイザー、村正コンセント、どんどん叩くなう、飛型だな全部、ツインターボ、強制突撃、何これ、スターウォーズの64のあれみたいな。ジージョ、うわ弱いなこれ、能力ない。ギシピーポ、ダンギルバー、ギシピーポ、村正コンセント、何なんだこれ、ボルカニックアロー、やべえ、わかんねえ。上神兵、カイン。このクリーチャーがアタックするとき、自分のシールドが1枚でもあれば、その中から裏向きのまま1枚選び、自分の墓地に置く。ただし、そのシールドトリガーは使えない。はい？あ！罰響響き。いいな、これ。欲しかったんだよね。裏で見えてたのに気づかんかった。外元帥に目を取られてました。で、これで300円で売ってました。まあまあ、なかなかの結果ですね。ホイール関係ここら辺良かったっす。ちょっとボロボロだけどね。うん。あ、でもバジラスソウル結構状態いいですね。はい。かなり良かった。バルキリアスもついてきて、これで300円。で、ボルシャックコルドラゴンなんて持ってなかったし。買ってなかったし、チッタペロルいいし、バトルゾーンにあるドラゴンすべてタップされていないクリーチャーを攻撃できる。めっちゃ嬉しいし、これ。つか最近バトル関係多いから、これ超役に立つんじゃないですかね。チッタペロルが。なんか今最近バトル中心なんで、タップされてないで攻撃できる系はかなり強いから、チッタペロル需要高いと思います。はい。で、なんか、ここ、ココルピもいて、ボッコルピアもいました。はい。バルボーグナウってことなんで、今回この外元帥までついて、お値段なんと300円でした。はい。じゃあ次はこちら。バーディーホワイト3パック、お得パックを買ったので開封していきます。で、こちらもできればその後開封します。ではご視聴ありがとうございました。